100均とお家から使わないバケツとホス持ってきました。じゃあ酢をかけていきます。忘れたな。しょうがないので多目的クリーナーを塗って今日は退散します。こんな感じですね。一応全体中まで塗りまくってですね、多目的クリーナーを塗りたくて今日は月置きという形で放置して帰りましょう。磨いてみましょう。
はい、だいたい焼き終わったんですけども、だいぶ落ちた感じではあるんですけど、やっぱりだいぶ長い間放置されてたみたいなので、ここら辺とかですね、落ちきらない部分がありますので、もうあれですね、焼き切る、もうこの中で火を焚いてサビを焼き切るというような方法を取っていきたいと思います。点火していきます。
切っていきましょうか。じゃあちょっと一回取り出してみましょう。だいぶ錆が落ちてきたんじゃないかなと。ちょっとごついところはまだ落ちてませんが、でまあなんかサンポールが効くらしいっていうことだったので買ってきました。サンが効く、これを塗っていきます。はい、今サンポールを塗って30分ぐらい経ったやつでしょうか。なんかうわ、セミドリルのちら、まあ、とりあえず磨いていきましょう。
いいね。